はい、2月4日のね、予想が整いましたということで、動画を撮っていきたいと思います。本日はね、東京の7レース、そして、小倉の11レース、12レースということでよろしくお願いします。はい、こちらが、予想の解明なんですけど、東京7レースは、軸を1番にして、相手を7番、8番、9番。小倉の11レースは、軸を4番にして、相手を2番、11番、14番。そして、小倉の最終レース、12レースは、軸を14番にして、相手を3番、8番、9番ということになります。はい。まあ、以上でね、この3レースを、まあ、勝負ということになります。そして、また別なんですけど、メインチャンネルのね、小賀競馬クラブの方で、自分の出資馬の、動画をいくつか上げさせてもらってるんですけど、まあ、本日2月4日、東京競馬場の第10レースに、組まれています、テレビ山梨杯、こちらにね、出資馬、ルージュエクレール、こちらは出走するということで、まあ、当初ね、半年近くの休み明けですし、最初の登録馬が14頭ぐらいいたんで、まあ、ちょっとね、勝ち負けにはどうかなというような思いがあったので、まあ、指定席とか、まあ、行く気はなかったんですけど、まあ、結果ね、出走表見たら、まあ、11頭まで減っていましたし、まあ、枠順もできれば1枠ではなく、外枠が欲しかったんですけど、でも、まあ、なんとなくパッと見、こう言い方もちょっと失礼なんですけど、なんかパッと見、これいけるんじゃねんかっていうような思いが出ちゃったので、急遽ね、入場券を購入しまして、まあ、これから支度して、東京競馬場の方に、応援に行くんですけど、やはりルージュエクレール、東京4戦、すべてね、目の前で見てきていて、まあ、2着、2着、2着と、4戦続けて2着。そしてね、応援に行けない札幌の地で、北の地で、連勝ということで、まあ、ちょっとね、複雑な心境ではあるんですけど、ここで自分が本当に行って、勝てないようだと、俺完全な疫病神だなと、他のね、出資者の方にご迷惑をかけてしまう、かなっていう、ちょっと複雑な気持ちがあったんですけど、まあ、まあそんなのね、たまたまだっていうふうに自分でも思っているんですけど、まあ、目の前でちょっとパドックを見ないと、まあもちろんテレビでもね、パドックは出てるんですけど、テレビの場合はね、全場ね、映して最後に、上位人気、おさらいしましょうみたいな感じで、カメラは向くんですけど、目の前、実際にね、競馬場のパドックに行けば、まあ、自分の馬だけずっと見れるんでね、最初周回はね、歩様がおかしかったけど、どん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 こう、友の踏み込みが良くなったとかっていう、そういう違いとか、いろいろわかるので、やはりね、現地に行って、やっぱちょっとパドックをと、過去4戦と、遜色ない、パドックのね、仕上がり、っていうのをね、確認できれば、まあ、これちょっとね、勝負してもいいのかなと。まあ、現時点で確か一番人気になってたと思うので、まあ、非常にね、他の出資者以外の方、競馬ファンの方からもね、まあ、結構多くの人気を集めてるということで、まあ、もちろん、今ね、横山武史騎手も乗れてますし、まあ、そもそも、初勝利した時に横山武史騎手がもう一回乗りたいということで、札幌続戦、で、ちゃんと結果を出したというところでね、改めて、東京に戻ってきて、もう一回、横山武史騎手に、お願いしたという経緯が、あると思いますんで、まあ、本人もね、しっかりとここは、結果を出すでしょうし、まあ、開幕週なんでね、まあ、最打ちっていうのは決して悪くはないし、まあ、本当は、後ろから刺す競馬が一番理想なんでしょうけど、まあ、まあ、スタートもいいですし、まあ、騎手もね、スタートうまいので、まあ、包まれる前に、3、4番手つけて、直線向いてね、追い出してくれれば、いい結果がおのずと、というような感じで、思っておりますんで、まあ、ちょっとね、競馬の予想からちょっと外れて、一口馬主の話になっちゃったんですけど、まあ、まあ、そんな感じでね、ちょっと、現地で行って、ちょっと応援してこようかなということで、もしね、私を見つけたらって言い方もおかしいんですけど、コメントでね、
私も見に行く、僕も見に行くっていうようなコメントが、ありましたら、まあ、現地でね、ご挨拶を兼ねて一緒に応援できればと思いますんで、まあ、よろしくお願いしますということになります。はい。まあ、ちょっとね、本当話が脱線しちゃったんですけど、以上、この3レースはね、本日の予想ということで、また、明日のね、重賞は、軸はね、メインチャンネルの方で、出していますんで、もし気になる方は、古賀競馬クラブの方にちょっとお立ち寄りあれということになります。はい。以上で2月4日の予想の動画を終わりにしたいと思います。本日もね、本当に最後までご視聴誠にありがとうございます。ではでは。